思い出してもね、辛い話なんですよ、これ。悪いのはもちろん僕なんですけど、ちょっと舵を切り間違えただけで終わってしまうんですよ。波動拳。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTube 岡本由紀です。今日もよろしくお願いします。今日は、その昔 SCE のくたらぎさんに呼び出しを食らいましたっていう、そんなお話をさせていただきます。思い出してもね、辛い話なんですよ、これ。まあでも、くたらぎさんの気持ちも分かって、それは呼び出すわなと思ってます。悪いのはもちろん僕なんですけど、呼び出しを食らうだけのことをしましたというね、そんな話です。何をしたかと言いますと、バイオハザードを任天堂のハードで出しますと。ソニーさんのハード出しませんという宣言を発表したんでしょう。で、それを受けて、まあ、くたらぎさんが僕もですね、呼び出すという。これね、なんでそんなことしてんのとか、まあ、ネットでいろいろ言われましたし、いろんな意見があると思うんですけど、これはですね、カプコンがゲーム会社として倒産しないように、生き残るようにそういうことをしたんですということになります。何を言ってるかというとですね、ハードがこう入れ替わるタイミングだったんですね。任天堂64からゲームキューブへ、プレイステーション1からプレイステーション2へ、みたいな。で、そのタイミングで、何を考えていたかというとですね、次に勝つハードメーカーはどこかってことです。当然、ソニーさんはプレイステーション1でもバカ勝ちしたので、プレイステ2でうちが勝つに決まってるやないかっていう気持ちですよね。任天堂もファミコン、スーファミと勝ち続けてきてて、一回負けたって失礼かもしれませんけど、一回こうナンバーワンの座から滑り落ちました。次は絶対に行くぞと思ってますよね。そんなタイミングでマイクロソフトが参入してきます。うちが参入すんねんでって思ってますよねと。そんな中でどっか一社に絞って大博打を打ってですよ、もしこけたらどうします、皆さん。そのハードが全然来なかったらどうします。当然苦しいんですよ。経営がまあ苦しくなりますわね。負けるハードにかけたら当然首は締まりますっていうことじゃないですか。皆さんが想像してるよりもハードのメーカーは力を持ってます。しがないゲーム会社なんて、ちょっと舵を切り間違えただけで終わってしまうんですよ。で、戦国時代で言うと、真田家が長男と次男で分かれて、片や徳川、片や豊臣につく、みたいな、そんな感じです。イメージとしては。で、次世代機と言われてるハードが、こそって同じようなタイミングで3個出るって分かったんですね。その時に、どれがどの確率で勝つかっていうのを予測するわけですよ。まあ僕らはソニー、ニンテンドー、マイクロソフトの順番で3対2対1と貼ったわけですよ。なのでそれぞれのハードにヒットタイトルを3タイトル、2タイトル、1タイトルの割合で振り分けたってことですね。その振り分けの中にニンテンドーには2タイトル持っていくと決めた。その中の一つがたまたまバイオハザードであったということです。で、くたらぎさんからするとね、そのバイオハザード作ったらお前らかもしれんけど、育ったらソニーやぞという気持ちもあったと思います。その通りだと僕も思ってます。実際のところかなりのバックアップをもらっておりました。でもですね、分かってほしいのは、ゲームの開発会社っていうのは、全張りは難しいんですよ。そのソニーさんからお金が出てるって言ったら別ですよ。そうでなければ、開発費用が出てますとか、資本だいぶお金が入ってますとかっていうのは別です。カプコンは独立系なので、財力的に、外交能力としてもいろんなことがですね、まだその欠けてて、お前らがおらんと無理や、来てくれ、よそ行きます、それでももう一回来てくれって言うてくれるような会社じゃなかったんですよ。別にお前ら壊れてええわ、ぐらいの感じなわけですよ。どこの会社もいい顔しなければいけないっていう時に、その比率っていうのを3対2対1と決めたんですって。で、それの一つがそれだったんですって。で、まあその後、ソニーさんにも出したりとか、いろいろこうあって、ぐだぐだ言われたりもしましたけど、その時にはこう、任天堂さんにちょっと思ったほど数が出ないので、みたいなことをちゃんと説明させていただいて、専属で行きますよって言って、広告宣伝費みたいなちょっといただいておきながら、ちょっと時間が経ったらすいませんけどっていう言い方をして、売れてるハードの方に売り直すみたいなことをさせてもらってました。それはね、やっぱり生き残るためにどうしても必要なもんだったんですよね。っていうふうに皆さん、ご理解いただけたらなと思ってますっていう、そんな話なんですよ。呼び出し食らった場所がですね、渋谷のですね、高級な某イタリアンレストランに、呼び出しを食らってしまいましてですね、奥まった個室で食事をさせていただいたんですけど、美味しそうだと思ってるから呼んだりが出るんですよ。
これ、ね、全然美味しそうと思わないから、もうその時には。もう口の中の水分がないんですよ。唾液がないんですよ。カラカラになってて。これは飲み込みにくいですよ。あと、もう緊張しまくって、まあまあ、きつめにちょっと叱られてるんですよ、僕らもね。で、緊張しまくってるから、美味しいワイン出してもらってるんですけど、もうね、味も香りも何もせんんですよ。ワインすら。で、いや、どうやもないし。忘れられないですね、もうあれ。でも、悪いのは僕らですからね。テーブルを叩いたりとかね、蹴ったりみたいなことは全くもちろんなくて、怒られてるわけじゃなくて、普通にこう、道理を説明されるんですよ。分かってるんですよ。ソニーさんからしたら絶対うちが勝つから分かってるやんか、うちが勝つのっていうことなんですよね、大前提であるのが。だから、よそに体重かける必要はないやないかと。そうなんです。ソニーさんからしたら 100% なんです。でも、任天堂も絶対次勝つでも 100% なんですよ。うちが絶対勝つからねと思ってるんです。マイクロソフトだって、うちの財力よ、絶対勝つに決まってるじゃんって、みんな 100% って思ってる自分のところ。そんな中で、どっかは 0% とか、なかなか難しかったんですっていう。バイオハザードがなぜか任天堂で発売になりますという発表した裏話と、その時に二木さんに呼び出されて味のしないワインを飲みましたっていう、そんなお話でした。こんな裏話でよかったらまた聞いてやってください。チャンネル登録してくれると喜びます。高評価ボタンも大好物です。インスタグラムとツイッターの方もやっております。よかったらフォローしてやってください。というわけで今日の動画はここまでになります。バイバイ。